ならいいけどさ、それでここまでヘリポート置いといてさ、それならいいけどさ、もう金持ちの道楽ですよ。そうなりゃそうなのだ、はい、金持ちならできる。貧乏には無理だ。そりゃ綺麗事だよ。お金がなきゃなるだろう。給料があるとかそういうことだよ。給料なら人の神経数で自分で金つけるすごい笑いのでマッチョしてなんで一緒に混ざったらいいべん、4人でやったらいいべん。え4人でやんねえの、美里を混ざったんだろ。あ、私は早くに行ってたもんかも。ね、早くお父さんがお風呂って言ったと娘に行っちゃった。お母さんが疲れたらいいって言って、じゃあ今から神経することになったって言って、いいよお姉ちゃん、ずっと変だよ。あれからよく勉強するんだよ。運がいいんだから。あれからよく勉強するんだよ。あ、上がった。上がった。上がった。結構儲かってる。まあまあ本当じゃないですか、やっぱりちゃんと勉強してやってるんで。まあ痛い目見たんで、やっぱり話それで、やめる方を あえて選ばなかった。人の顔もとぼりだすしな。それは収まったんだって。